クリゴリー・クリゴリエヴィチ・オルロフ伯爵、ヒョードル・ロコトフ作、1762年、1763年。クリゴリー・クリゴリエヴィチ・オルロフ伯爵は、ロシア女帝エカチェリーナ2世の長身。エカチェリーナ2世の夫ピョートル3世を背位して、エカチェリーナ2世を女帝に即位させた宮帝クーデターの首謀者であり、クーデターが成功した後は共同統治者、同然だったが、 不定を繰り返し、エカチェリーナ2世の古問たちと対立したことで失脚した。エカチェリーナ2世との間で、息子アレクセイ・グリゴリエヴィチ・ボーブリンスキーを設けたと、される。大ノブゴロド総督、グリゴリイ・イバノビチ・オルロフの息子として生まれ、サンクトペテルブルクの士官学校で教育を受けた後、7年戦争に参戦して1758年のソルンドルフの戦いで負傷した。 帰国後、方兵将校として、サンクトペテルブルクで勤務しているとき、皇太子妃、エカチェリーナ・アレクセイエブナの愛人となる。1762年、皇帝ピョートル三世を廃位して殺害した、宮帝クーデターの首謀者になり、その功績で、エカチェリーナ二世によって、伯爵、副将、皇兵総監、主席大将に譲された。エカチェリーナ世は一時オルロフとの結婚を、 検討するほどだったが、ニキータイバノビチパーニン伯爵によって阻止された。それでも、オルロフの県勢は絶大であり、特にヒョードルアレクセイエビチヒトロボーによるオルロフ家を、皆殺しにする陰謀が露見した後はなおさらであった。グリゴリー・オルロフは、政治家としての資質に欠けていたが、遠い側面の基地に富み、時事問題に関する正確な視点を持ち合わせていた。 エカチェリーナ2世の治世当初にあっては有能かつ、女帝と共鳴する顧問として国政に関与し、愛国心と経済的な動機から濃度性の問題に熱中して、濃度の部分的解放による生活の改善を主張した。また、啓蒙先生君主前としたエカチェリーナ2世の関心を得ようとして、学術会議、自由経済協会の総裁に就任し、 さらに1767年の全ロシア法制委員会における最も著名な首相者でもあった。エカチェリーナ・ニコラエブ・ナジノビエバ・ヒョードル・ロコトフ作1779年。オルロフはオスマン帝国からキリスト教徒を解放しようというスラブ派の主張を提唱した初期の人物であり、1771年にはロシア代表として北社に平和会議に派遣されたが、 オスマン帝国が強硬だったのとオルロフの外交姿勢が横兵だったため失敗に終わった。一方、サンクトペテルブルクではパーニンラ・オルロフの性敵が作望を巡らして、オルロフが13歳の親族をつまみ食いしたと女帝に告発したため、女帝の長愛がより若いアレクサンドル・バシリチコフに移った。さらに、バシリチコフがグリゴリー・ポチョムキンにとって変わると、 許可のないままサンクトペテルブルクに帰ってきたオルロフは、巨大なオルロフダイヤモンドを女帝に送ったにもかかわらず、地位を完全に失い、外国に渡った。晩年に、エカチェリーナ・ニコライブ・ナジノビエワと結婚したが、子供はなく、1780年に、モスクワに戻った後、数ヶ月後に死去した。オルロフの死後、エカチェリーナ2世は、私はこの悲しい出来事への準備が、 当の昔に整っていたが、やはり私の心の奥深くを揺さぶられてしまいます。人々は私を疑問し、私はこのような場合で言うべき言葉を自分に繰り返してかけるが、私の唯一の答えは涙を押し殺すことだった。私は耐えられないほど苦しんでいます。と記述した。ありがとうございます。